皆さん、こんにちは。サッカーのアジア杯で発狂に終わった日本代表の森保はじめ監督。国内組5選手が4日、羽田空港に帰国した。試合後にミッドフィルダー森田秀正がピッチ外からのアドバイスが欲しいと発言したことに対して、指揮官はコンセプトの共有ができてなかったことを認めた。森保監督は、チームの基本的なコンセプト、対戦相手との噛み合わせとの中でのコンセプトベースは選手に伝えている。試合では必ず意図を持って入っている、と説明。チームが活動する中で少しずつ、すべての局面に対応できるように、コンセプトは積み上げていけてる、とし、短い代表活動期間の中で、一定の手応えを口にした。しかし、イラン戦に関しては、選手がまだうまく局面を打開できるだけの、コンセプトの共有はできてなかったところは、あったのかなと、細かいコンセプトの共有ができていなかったことを認めた。ただ、下を向いている時間はない。3月には W 杯2次予選を控える。この経験が一つの積み上げになって、次へのチーム力につながっていくのかなと、選手ができるだけ思い切ってプレーできるように、いろんな準備をしていきたい、と前を向き、チーム戦術で解消できるところと、選手が対応力を持って局面を打開できるように、とことチーム、それぞれの進化の必要性を口にした。ミッドフィルダー森田はイラン戦に先発出場し、前半28分に先制ゴールを決めるもチームは逆転負け。アジア杯準々決勝4試合でのベスト11位に選ばれた。試合後には、結局露呈した弱みを本当の意味で修正できなかった。いろいろ考えすぎて頭がパンクというか、正直、アドバイスとか外からこうした方がいいとか、チームとしてこれを徹底しようとかが欲しいですね、と発言していた。日本代表はアジアの代表チームナンバーワンを決めるアジアカップ準々決勝でイラン代表と対戦し、試合終了間際に PK で決勝ゴールを奪われ1対2の敗戦。発狂での敗退が決まった。相手の術中にはまり悪夢の結果を招いた小野のいぶりが日本国内で議論を呼ぶ中で、試合後の指揮官の行動に海外ファンから賛辞が寄せられている。4強入りをかけたイランとの一戦で、日本は前半28分、ミッドフィルダー森田秀正のゴールで先制も後半10分、ミッドフィルダームハンマドモヘビに同点ゴールを献上。これで形勢が変わり、自陣へのロングボールで圧力をかけてきたイランの攻勢をかわせずにいると、後半アディショナルタイムに与えた痛恨の PK で逆転され、1対2で敗れた。試合後、森保はじめ監督は、今日の試合は私自身が交代カードをうまく切れなかったのが敗因だと思います、と弁明。今大会の優勝候補に挙げられながらも、グループリーグから不安定なパフォーマンスを続けた上、イランとの準々決勝では効果的な選手起用を果たせなかった采配に、日本国内では議論が噴出した。そんな中で、カタールテレビ局、アルカス TV スポーツの公式 X が投じた一本の映像に海外ファンから熱視線が注がれた。動画に収められたのは試合後、ピッチ上で円陣を組み、その中心で森保監督が熱弁する様子。日本ファンにとってはおなじみの光景と言えるだろう。今大会ではサウジアラビア代表のロベルト・マンチーニ監督が見せた行動に対し、一部で批判の声が噴出。決勝トーナメント1回戦の韓国戦、1対1のまま迎えた PK 戦で敗戦が濃厚となると、試合終了を待たずそそくさとロッカールームへ。批判の的となることを避けるべく逃亡したとの指摘が海外メディア上でも指摘された。こうした行動に反して、痛恨の敗戦を喫した後でも身振り手振りを交え、正々堂々と公の場に居続けた森保監督。投稿には海外ファンから、プロフェッショナル、彼は逃亡者ではなく本当に最高のコーチ、美しい精神、真のプロフェッショナリズム、サウジ監督とは違う、といった声が寄せられていた。カタールで行われたアジア杯でベスト8敗退した日本代表の森保はじめ監督は4日夜、羽田空港着の便で帰国した。イラン戦に敗れた後には、自身の交代策を敗因に挙げていた指揮官は、反省は常にあります、でも後悔は全くないです、全ての結果についても評価についても受け入れます、と話した。
敗戦後には劣勢となった後半にベンチからの修正策などが提示されなかった点について、ミッドフィルダー森田からチームとしてどういう動かし方をしてどこを狙うかはもっと明確にしないといけないとの意見も出た。指揮官はコンセプトに関してはチームの基本的なことと対戦相手との噛み合わせの中でのベースを伝えているところではあります。ただ全ての起こり得る局面を全部細かく伝えることができるかというと、いろいろな局面が起こりますし、一回として同じ局面はない。チームが活動する中で少しずつ積み上げていけている。イラン戦は選手がうまく局面を打開できるだけのコンセプトの共有ができていなかったというところはあったかなとは思いますが、この経験を一つ積み上げとし、次へのチーム力につながっていくと思っていますと話した。また指揮官はベンチからの指示に加え、ピッチ内での対応力を上げていく必要性にも言及。選手ができるだけ思い切ってプレーできるように、いろんな準備をしていきたい。ただ決まったことをやり続けることは相手も分析してくる。その上をさらに行かなければいけない。チーム戦術で解決できるところと、選手が対応力を持って打開できるところは両輪を持ってチーム作りをしていきたいと思いますと続けた。またファンからは SNS などで解任論など厳しい意見も出たが、真摯に受け止めたいと思います。結果が全ての世界、責任を問われる声が上がるだろうと覚悟しています。今後も自分のできることをチームのために、選手たちのために、日本のために全力でやっていきたいと話した。イラン戦の直後、日本サッカー協会の田嶋幸三会長は森保監督の続投を明言している。サッカー日本代表のアジア制覇への旅路が終わった。4強入りをかけたおのノイでイランに1対2で敗れ、過去最低タイの準々決勝敗退。 FIFA ランキング17位はアジア最上位で史上最強などと謳われながら、5試合を3勝2敗計12得点の8失点で散った。優勝候補はなぜあっさり敗れたのか。現場で感じた3つの敗因は、熱量、采配、ピッチ外、それぞれのテーマごとに紐解いた。若きディフェンダーリーダー冨安はイラン戦後バッサリ切り捨てた。正直熱量を感じられなかった。物足りなさを感じた。熱量不足への不安は開幕からあった。アーセナルで欧州チャンピオンズリーグを戦う冨安は、大会前にクラブの公式戦と重なるアジア杯の開催時期について疑問を呈していた。同じくアールソシエダードで CL が控える久保は、冗談めかしながらではあるが、後ろ髪引かれるどころじゃないですけどね、と思いを明かしていた。これは日本選手のレベルアップに起因するところもある。CL や欧州リーグでプレーする選手が増え、世界トップレベルのメンバーとの激しい競争が待っている。1ヶ月以上クラブを離脱すれば、その間に居場所がなくなっている可能性もある。森保監督も、欧州は完全シーズン中、自チームのことは気になっていると思う、と思んぱかった。J 開幕前の国内組も同じで、そういった中でやる大会は、難しいんだなという感じはしますね、とも言った。イランに敗れた後、主将遠藤が優勝できるだけの力が別になかったわけではないですけど、こういう大会はやはり勝つのは難しい、とどこか淡々と負けを捉えた。目の前の試合を 100% の力で戦っていたのは間違いない。ただ一方で、日本を下したイラクとイランは、控え選手がピッチに乗り出す勢いで試合に入り込み、試合終了と同時にまるで優勝したかのように喜んでいた。大会にかける熱量では完全に相手に上回られていた。決勝で敗れた5年前の前回 UAE 大会では、主力が固定化され途中出場で活躍する選手がいなかったことが敗因の一つに挙げられた。リードを許した決勝のカタール戦では、終盤まで交代枠を1人しか使えなかった。翻って今大会、選手層は格段に厚くなった。準々決勝イラン戦は、決勝トーナメント1回戦からスタメンを3人変更。前半は大会を通じて一番と言っていいほどの出来だったが、後半は一転、ロングボールで押し込まれた。改善を試みて1対1の同22分に、ミッドフィルダーの3と南野を投入したが機能せず、森保監督が交代カードをうまく切れなかったのが敗因と認めたように、
後半ロスタイムの失点後に慌てて、フォワードの細谷と浅野を入れるまで何もできなかった、決勝点となった PK につながる反則など、制裁を欠いたディフェンダー板倉は、敗因は自分にある、代表選手としてピッチに立つ資格はない、と席を追ったが、そこまでに至る采配面で、森保監督は5年前と同じく失敗を繰り返したと言える。負傷した騎手や離脱した伊藤の不在も影響したか、少なくとも90分間で勝ち切るための采配はなく、結果的に次回26年 W 杯に向けて、最後まで勝ち抜く、経験を積む最後の機会を逸した形になった。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。